馬娘を3人選んでください。4番待機シャトル、6番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。晴れ渡る空の下行われる中京レース場芝1200カプリコーン杯、9人の馬娘たちが挑みます。さあ、一番人気の紹介です。ここまで無敗、2大マイル戦覇者ヤマニンゼファー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子、2大スプリント覇者キングヘイロー。注目のここまで無敗、2大マイル戦覇者待機シャトル、4枠4番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはエルコンドルパスタ、ヤマニーゼファー、西のフラワー。さあ、激しい先行争いで前に出たのは待機シャトル。2番手の位置で先頭を伺うのはヤマニーゼファー。その外並んでエルコンドルパスタ、少し後ろからオグリキャップ、3番カレンちゃん、続いているシーキングザパール、内から行く9番カレンちゃん、並びかけてきた。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まるぞ。待機シャトル、花を進む。集団が一つにまとまって混戦状態です。栄光まで400。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは待機シャトル、3番カレンちゃん。先頭に変わった待機シャトル。この可能性世界に示すわ。残り200。2番手争いはシーキングザパール、待機シャトル、待機シャトル、並んできた。3番カレンちゃんと待機シャトル、2人並んでゴールイン。勝ったのは待機シャトル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着には3番カレンちゃん、3着はシーキングザパール。グレイト、ファンタスティック、スマイル満開です。
1番人気は8番大気シャトル。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。次へとつなぐ台スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはカレンちゃん、5番西向タワー大気シャトル。カレンちゃん先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのは1番シーキングザパール。外から外から5番西向タワー大気シャトル、ここにいます。4番西向タワー続いている。その外並んで山にザハー、うちレアグルーヴ、一番審査キングヘイロー。第4コーナーカーブ勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。4番西向タワー、ここで抜け出した。集団が一つにまとまって混戦状態です。400を切りました。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはカレンちゃん、キングヘイロー先頭に変わった。ここで行きました。第1シャトル、この可能性世界に示すわ。200を通過、キングヘイロー苦しいけど粘っている。第1シャトル抜け出した先頭、第1シャトル、しかしその差はわずか。第1シャトル今ゴールイン、勝ったのは第1シャトル。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着はキングヘイロー、3着は1番シーキングザパール。わお、グレイト、ファンタスティック、スマイル満開です1番人気は4番大気シャトル。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。晴れ渡る空のもと揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気カレンちゃん大気シャトル上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心王大気シャトル。並んできた外から山インゼファー、カレンちゃんここにいた。それを見るようにシーキングザパール。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。行きましょう、風となりて。集団が一つにまとまって混戦状態です。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。栄光まで400、最終コーナーを曲がって、最初に立ち上がったのは大気シャトル、並びかけてきたのは山にセター、突っ込んでくる山にセター、この可能性世界に示すわ。100を通過、大気シャトル苦しいけど粘っている。山にセター、完全に抜け出した先頭山にセター、しかしその差はわずか。山にセター、今一着でゴールイン、勝ったのは山にセター。ライバルに打ち勝ち、見事大きな1勝を手にしました。2着は大気シャトル、3着はシーキングザパール。私の風、私の魂、あなたの元まで吹いたでしょうか。
1番人気は9番大気シャトル。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。晴れ渡る空の今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは仕上げ部の8番シーキングザパール大気シャトル。花を奪っていたのは仕上げ部の2番手の位置で先頭を伺うのは4番シーキングザパール。3番手にはヤマインゼファー大気シャトル。追走輝くカレンちゃん。8番シーキングザパール並びかけてきた。内で春村が間もなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。行きましょう風となりて。大気シャトルまだ抑えたままだ。まだ先制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。残り400。最後のコーナー最初に立ち上がったのは仕上げ部の山人ズパー。先頭に変わった大気シャトル。こんでくる。この可能性世界に示すわ。残り200。並びかけてきたのは4番シーキングザパール。4番シーキングザパール完全に抜け出した。4番シーキングザパール。今1着でゴールイン。勝ったのは4番シーキングザパール。ライバルに打ち勝ち見事大きな1勝を手にしました。2着ヤマニンゼファー。3着大気シャトル。ほら証明できたでしょ。世界は可能性に満ちているのよ。1番大気シャトル。6番人気です。ライバルたちは強力ですが好走を期待したいですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。次へとつなぐ大事。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。待機者上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。期待通りの結果を出せるか。1番人気ヤマニンゼファー。先頭はアストンマーチャン。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはカレンちゃん。待機者3番手4番手シーキングザパール。外から外から6番西のフラワー。3番西のフラワー並びかけてきた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。ヤマニンゼファーまだ抑えたままだ。各馬娘一段となってラスト状態の大混戦。成功まで400。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはアストンマーチャン。大気シャトル抜け出した。残り200。この可能性世界に示すわ。大気シャトル足色を衰える。大気シャトルリードは1馬身。アストンマーチャン食らいついてゆく。大気シャトル今1着です。勝ったのは大気シャトル。ライバルに打ち勝ち見事大きな一勝を手にしました。2着にはアストンマーチャン。3着に入ったのはキングヘイロー。わぁグレイファンタスティックスマイル満開です。
風渡り。お疲れ様でした。